ジェネさん、どうぞ。はじめまして、ジェネ・ステルワルです。どうぞよろしく。昨年の5月、大学を卒業しました。専攻はグラフィックデザインです。でも今、日本語を勉強しています。大好きで面白いです。それで、昨年、私は先生とクラスの友達6人と日本へ行きました。それは修学旅行でした。日本で10日間過ごしました。とてもワクワクしていました。そして、東京と弘前へ行きました。東京は大きくて賑やかでした。面白かったですが、電車はとても混んでいました。その後、私と2人の友達は東京で銭湯へ行きました。とても面白かったですよ。でも、少し怖かったです。とてもワクワクしていました。それから、お風呂までたくさんの狭い道を通りました。そして、やっと着きました。チケットを買うと、女の人がタオルをくれました。それから、チケットは安くて500円でした。私の友達は石鹸を持っていたので、石鹸は買いませんでした。そして外に月を見ました。それから小さいロッカールームへ行きました。ここは洋服を脱ぐところです。そこで私と友達は裸になりました。裸ですよ。それから大きいお風呂へ行きました。お風呂はきれいで暖かかったです。何か人がいました。それから私と友達はシャワーを浴びてからお風呂に入りました。お風呂はとても暑かったですが、快適でした。そして、女の人は私と友達を見ました。でも、見ないふりをしました。でも、私は気にしませんでした。面白いと思いました。それから、お風呂はとても暑かったので、冷たいシャワーを浴びました。そして、またお風呂に入りました。それからまた冷たいシャワーを浴びました。そしてまたお風呂に入りました。それからシャワーを浴びました。何回もしました。とても楽しかったです。でもすぐ帰る時間になりました。残念でした。そして秋葉原で他の友達を会いました。そうですから、私の初めとお風呂はとても面白かったです。私はお風呂が大好きです。そして日本が大好きです。私の友達は日本を楽しみました。絶対にまた日本へ行きます。ありがとうございます。